1月の菜園の様子をお伝えします。先月の大雪で栗の枝が折れてしまいました。仕方がないため折れたところから切断したいと思います。切断面はトップジン M ペーストを塗布したいと思います。こちらはミクリという品種で3年目になります。2年期を購入したので少し大きいです。こちらも折れた部分から切断しました。処置は同じようにトップジン M ペーストを塗布します。トップジン M ペーストは油合組織を形成し、雨水や菌の侵入を防ぎ、病害の感染を防止する効果があるようです。また枯れ込みの防止も期待できると思い塗布しました。これは剪定時に塗布した箇所の状況です。よく見ていたらもう一箇所折れていました。栗には結果母子の切り返し剪定という方法があるので、そのような効果が出るといいのですが、少し切り返しすぎだと思います。切り返し剪定は先端部を5分の1から3分の1切り返す方法で、充実した枝を発生させる方法になります。果実のなった後から先が折れてしまったので、良い枝が出ることは期待できませんが、とりあえず残しておきたいと思います。こちらも切断面にトップジン M ペーストを塗布します。切害で3箇所の枝折れがありました。こちらはポロスケという品種になりますが、枝をまとめる雪囲いを行ったら被害はありませんでした。ブドウの状況になります。こちらは第二種子側になります。これは規定がでしょうか、硬い鱗片に覆われて春を待っているようです。これは1芽目になりますが、最近暖かかったせいか芽が膨らんできているようにも思えます。これからが冬本番なので、芽が傷まないように願っています。こちらは第一種子側になります。枝の切断面になりますが、繊維質が見えています。トップジン M ペーストを施しましたが、塗布後に雨が降ったので流れたのかもしれません。再度追いトップジン M ペーストを行いたいと思います。第一種子側も芽が膨らんでいるように思います。枝の切断面にトップジン M ペーストを塗布しました。切断面からの枯れ込みが防げることを期待しています。ブドウの冬瓜の状況をお伝えしました。
玉ねぎの状況になります。一度雪下になり倒れてしまいましたが起き上がってきています。ニンニクの状況になります。ニンニクも霜と雪で葉が白っぽくなっています。春には果物の木が芽吹き、美味しい野菜が収穫できるのが待ち遠しいです。